リニア中央新幹線の工事が沿線の都県で進む中、静岡県ではこの南アルプスでの工事をめぐって膠着状態が続いています。その主な要因が水問題です。ここに来て新たな動きが出てきました。流域という面でいうと静岡市も流域なんですね。ですからその大井川の流域で市町がこう作っておられるものに参加をしていないというのは普通に考えると変だなと思いますので、そういう面から言っても当然そこには加わるべきだと思っています。でどういう立場で加わるかというのは、これから検討が必要ではあると思いますけれども、整理が必要だとは思いますけれども、加わらないという選択はない。先週就任後の臨時会見でこう話した静岡市の難波隆市長。大井川利水関係協議会に加わる考えを示しました。そもそもこの協議会は県や大井川流域の市や町が2018年に設立、水の利用者の立場から JR 東海に対し懸念や要望を訴えるものです。現在参加している自治体は島田市や牧之原市、川根本町など10の市と町、県内11ある大井川流域市町で唯一静岡市だけ参加していない状況です。なぜ静岡市はこれまで加入していなかったのでしょうか。その理由が、2018年静岡市は JR 東海とリニア工事推進の合意書を交わしています。その背景には以前から地元住民が求めていた井川地区と市街地を結ぶ県道トンネルの建設を JR 東海が全額負担で整備することがあります。中下流域にも配慮して誠実に対応してほしいということを強く申し上げました。社長に約束をしていただきました。ところが川勝知事はこれに激怒。静岡市が抜け駆けとも取れる動きをしたとして県や他の流域市長との間に溝が生まれました。静岡市以外の流域市長によって大井川利水関係協議会が結成されたのはこの2ヶ月後のことです。私どもは JR 東海とですね、直接的な交渉の窓口を持っておりません。ですから橋2丁の思いを知事に託したいと。オール静岡で情報を共有しながらですね、この件につきまして、何しろ水はおっしゃったように生活、工業、その農業、すべてに関わることで、まさに命の水でございまして。リニアに精通する川勝知事の元部下が静岡市の市長に就任したことで早速変化の兆しを見せ始めているのです。彼は副知事時代にですね、この利水関係協議会というか、連絡協議会の本部長として、全ての情報に精通しているわけですね。ですからこの流域のこの静岡市を除く方たちでこの利水関係協議会というのが作られておりますので、そこに目をつけられたのは最もなことだと思っておりまして、これまでが実は異常な状態でした。静岡市がお入りになっていらっしゃらないというのはですね、やっぱり水問題であるとか自然環境の問題というのは極めて重要で、上流はまさにこの、静岡市の行政区なわけですね。ですから入ってないのが本当におかしいというのは、多くの人が思ってたんじゃないかと思いますが。知事も静岡市の加入に前向きな様子です。一方、流域にある牧之原市の杉本菊夫市長は、難波さんがどのようなお考えでそういう発言されているのかっていうのも確認をしてませんので、知事とのスタンスをどうするのか、あるいは今のリニアの問題についてどう対応されるのか、その辺が分からない中で、今私の方からそれについてイエスとかノーとかっていう状況にはないっていうことですね。
難波市長のこうした突然の発言に対し苦言も。静岡市議会の最大会派である自民党市議団の鈴木和彦会長は静岡朝日テレビの取材に対し、自民党市議団とリニア事業の推進について政策協定を結んでいるのに事前に何の相談もなかった。加入自体は反対ではなく、静岡市はもっと関わった方がいいと思っている。ただ議会軽視は困る。もっと議会を尊重してほしい。議会のバックには市民がいるのだから。選挙で応援してきたのに。鈴木会長によりますと、難波市長はお詫びをした上で理解を求めたということです。就任早々、議会から苦言を呈された難波市長。リニア問題をオール静岡で解決できるんでしょうか。